こんにちは、えー。プロトレーラーの翔太です、えー。今回はですね、僕が重要視している、えー、チャートの分析方法の一つのウォ、えー、ルフ波動について、えー、解説していきたいと思います。でこちらはですね、えー、ユーロドルの1時間足のチャートです。 で、えー、この中にウォルフカードがあるんですけども、皆さんわ、えー、かりますでしょうか、えー、もう僕が解説しなくても、えー、どこにウォルフカードが存在しているのかわかっているっていう方はですね、結構勉強されている方だと思います。で、えー、答えから申し上げますと、まず1点目はですね、えー、ここですね。ここは1点目。そして2点目がここですね。 そして3点目がここ。そして4点目がここ。そして5点目がここです。つまり、この区間がウォルフ波動のチャートパターンになっているんですね。で、ウォルフ波動のチャートパターンでも、えー、上昇パターン、すなわち、いエントリーのパターンの場合のウォルフ波動の、えー、形になっております。で、 まず、えー、上昇パターン、すなわち買いエントリーのパターンの場合の、えー、ウォルフ稼働のチャートパターンの条件としてですねまず1点目よりも3点目の方が切り下がっていてそして3点目よりも5点目の方が切り下がっているすなわちこうまあ1点目3点目5点目とかけてこう右肩下がりってことですねそして2点目よりも 4点目の方がこのように切り下がっていてそして1点目よりも4点目の方が切り上がっているそして1点目と3点目と5点目を一直線上に結んだ時にこのように一直線上に結べるっていうことですねでこの 1>, 1点目と3点目と5点目、一直線上に結べますが、このラインを1、3、5ラインと言います。で、えー、続いて、2点目と4点目、このように結べ、結べるんですが、えー、これを2、4ラインと言います。はい。で、この2、4ラインと、 この1、3、5ラインがこのように、こう、鉛筆のようにですね、こう、先がどんどん細くなっていくというか、こういう形であるのが望ましいですね。はい。こういう形。こういうね、まあ、三角形を作るというか、この中で、ね。うん。どんどんこう細くなっていく感じですね。これが望ましい。そして、1点目と4点目をこのように引きます。 これを14ラインと言います。で、これ14ラインなんですが、14ラインは、一四ラインの4点目をですね、このようにじ実体ベースで引くこともあります。つまり、えーと、4点目をヒゲ先として考える14ラインと、あと、実体を、えー、起点として、 4点目として定めて実体を4点目として定めてこのように14ラインをこう引く、えー、このようにこうひげ先と実体とで、えー、2パターン14ラインを引いておくのは結構有効的な手段です、えー、この解説は、えー、この後解説する重要なポイントにつながってくるんで覚えておいてください そして基本的なエントリーポイントですね。はい。エントリーポイントなんですけども、この24ラインありますね。この24ラインをですね、えー、ブレイクして、そしてリテストタッチをかけてきたところが、えー、回エントリーポイントになります。ここですね、すなわち。わかりますか、えー、要するに、この流れは、 ここでまずも跳ね返って、下落して、ここから上昇して、この24ラインを、ここでブレイクしてきましたね。で、ブレイクして、その後、この陰線で、この24ラインに対して、リテスト、タッチしてますね、ここ。すなわち、この陰線がここで確定した瞬間が、 え、買いエントリーポイントになります。鉄板買いエントリーポイントですね。で、そしたらその後、どこで決済するのが、え、利益確定するのがいいのかというと、この14ラインにタッチしてきた時が、え、利益確定ポイントですね。うん。鉄板利益確定ポイントっていうやつですね。で、えー、ここで、 先ほどの話につながるんですけど14ラインをもしヒゲ、えー、先、えー、4点目がヒゲ先というパターンのみの14ラインしか引けてなかった場合このラインしか見えないわけですから全然タッチしてないですよね遠いですよねただ、えー、4点目が実体だというパターンでの14ラインが引けていた場合はこのようにわかりますかね このように、こういうラインも引けるんで、こういう14ラインも引けるので、その場合、ここか、もしくはここで、かなり14ラインに近づいているので、この辺で最良判断で利益確定することができるんですね。うん。ここまで近づいてきているから利益確定しようというふうに思えると思います。ここ、もしくはこの辺で。うん。で、もし、えー、っと、 ここ、この辺りで利益確定できた場合は、まあ、ここからここまでって感じですね。で、もしこの辺で利益確定できたら、ここからここまでという感じです。うん。まあ、結構な値幅で利益が確定できるって感じですね。うん。で、こういうようにですね、ウォルフ稼ドは非常にこう、まあ、勝率の高い、えー、トレードが できるので、あのー、結構おすすめな手法の一つであります。で、ウォルフ稼ドは、えー、非常に奥が深くてですね、これは、えー、普通のバージョンのウォルフ稼ドの手法になるんですが、えー、僕オリジナルの、えー、手法もこう混ぜた ええー、まあ、焦式オリジナルウォルフードトレード必勝法と呼んでるんですが、そういう手法もあります。で、このショータ式オリジナルウォルフードトレード必勝法の、えー、まあ、えー、ノウハウの、えー、解説だったり、あと、えー、この普通のウォルフードの、えー、手法のもっと奥の深い えー、部分ですね。もっと多くの深い、えー、ノウハウの要素だったり、えー、そういった部分に関してはですね、僕の、えー、トレード教材の中で最も多くの、えー、勝ち組トレーラーをですね、排出してきている、ータ式12点お得セットという、 えー、トレード教材があるんですが、えー、こちらの中でしっかり解説しておりますので、良ければですね、このショーター式12ドン特セットというトレード教材、ぜひご参考いただけたらなと思っております。えー、非常にですね、人気なトレード教材となっておりますので、えー、購入者数がですね、一定数超えるたびにですね、えー、これまで徐々にまあ値上げしてきておりまして、 まあ、あの、2019年ですね。来年2019年からはですね、もしかすると大幅に値上げする、えー、可能性もありますので、えーまあ、もしね、あの、焦多式1 2点トクセットを手にして、最短最速で勝ち組トレーダーを目指していきたいというふうに考えている方はですね、あのー、ぜひま、お早めにね、あの、ご検討されるのがベストかなと思いますので、よかったら、 え、ご検討されてみてください。あの、招待式12.0特セットの詳細はですね、この動画下の説明欄に、えー、詳細となる、えー、リンクをね、載っけておりまして、そのリンク先がですね、招待式12.0特セットのまあ販売ページになるんですが、その中で、招待式12.0特セットの商品説明だったり、えー、あとダイジェストムーィーとか、 あと、まあ、その他、えー、いろいろな動画がですね、まあ、見れますので、よかったら、えーご,えー、ご参考いただけると幸いでございます。はい。まあ、そんな感じですね。あと、まあ、えー、証券会社ですね。あのー、僕が一番お勧めしている海外 FX 証券会社の XM があるんですけど、まあ、もしあの、XM 以外のね、 証券会社を使っている方はですね、あの早急に XM に乗り換えた方がいいと思います。まあ、その,その、ね、理由に関してはですね、あの僕のブログを、ね、ご覧いただけたらあの分かりますので、よければご参考ください。でまあ、僕のブログから XM のリアル構成解説された方にはね、えー、すごく豪華なプレゼントを差し上げておりますので、まあ、このプレゼント非常に え、今後のあなたのトレードに役立つプレゼントですから、良ければ受け取ってください。はい、そんな感じです。え、今回の動画がためになりましたら、動画の高評価、そして YouTube のチャンネル登録などよろしくお願いします。ありがとうございました。プルトレーラーの翔太でした。失礼いたします。